こんにちは、さこだです。今回はですね、ご報告、そしてですね、お願いがあって、動画を回しております。こちらですね、数学の取説、数学 1A、まあ、僕が一番最初に作った、数学の参考書、問題集になっているわけなんですけど、現在ですね、改訂版を制作しております。制作というのは執筆&撮影なんですけれどもね、なんで改訂するのかって話ですけど、今の現中学校3年生、来年高校1年生になる今の中学校3年生の人たちからですね、カリキュラム変わるんですね。教育要領変わってしまってですね、その兼ね合いもあって現在ですね、改訂版を作っております。まあ、新しいね、こうテーマというか項目として期待値だったりとか、まあ、期待値はね、新しいというか昔本当入ってたんだけどね、それがまあ復活になったりとか、これは新しいやつなんですけど、仮説検定の考え方とかですね、こういったものが盛り込まれる内容になっております。で、まあ、僕がね、撮り鉄の 1A を作った時のテーマは何かっていうと、まあ、とにかくね、尖ったものを作ろうと思ってました。何でもかんでも問題入れるんじゃなくて、まあ、ピンポイントでね、絶対にこの問題だけはやってほしいみたいなものを選んで、作っていて、まあ、おかげさまでですね、多くの、なんていうのかな、ありがたい評価、いい評価をいただいてはいるんですけれども、やっぱり一方でね、もうちょっとこういったところがこうなってればいいのにみたいなね、もう少しこの問題が入っていればいいのにみたいな、ご要望も多々あったので、そういったものをですね、しっかりと、吟味して反映させて、取説の1へですね、作っております。でこれはですね、今の中学校3年生が、まあ、高校入試が終わるタイミングぐらいではですね、出せるかなと思っています。まあ、どこよりも早くですね、発売を目指して、作っておりますので、まあ、皆さんがですね、まあ、皆さんというか中学校3年生の方々が、高校入試終わってよし高校数学の先取りをするぞってなった時にはですね、ちゃんと準備ができるように、用意をしていますので、ぜひ楽しみに待っていただければなと思っています。で今回ですね、お願いの部分なんですけど、ちょっとね、取説の 1A、まあ、もうすでにね、お持ちの方はご存知の通り、まあ、ちょいちょい余白があるんですよ。で、この余白の部分もったいないなと思って、まあ、そこにですね、まあ、ちょっとしたコラムというんですかね、まあ、何か、ね、エッセイじゃないですけど、まあ、コラムをですね、簡単にこう、作っていこうかなというふうに考えています。まあ、僕はね、もう書きたい内容いっぱいあって、そこに書いていくんですけど、まあ、今回ですね、まあ、取説の 1A 作っている中で、実はね、僕一人で作ってるわけじゃないんですよ。結構ね、みんなで力を合わせて多くのチームで作ってるんですけど、まあ、僕とですね、もう一人パートナーがいてですね、現在今お医者さんとして活動してるんですけど、まあ、僕の教え子なんだけどね、この二人でですね、メインで作ってるんですね。で、せっかくなので、まあ、コラムも、まあ、僕だけではなくってね、その彼も、ね、よかったら書いてもらえたらななんていうふうに思っているので、そのテーマをですね、もしよかったら皆さんこんなの書いてほしいっていうのがあったらですね、書きたいなと思ってテーマを募集しています。まあ、特に、まあ、僕の場合はね、まあ、勉強法だったりとか、あるいはまあなんか僕の過去の生徒の話とかですね、まあ、いろんなことを書こうかななんていうふうに思ってるんですけれども、まあ、もう一人のね、相方の方は、まあ、東大の医学部出身で、で、まあ、鉄力会っていうところでね、まあ、実際に受験生も指導していて、指導の経験ももちろん、優れている。で、かつ、まあ、今、現在ね、お医者さんとして活動しているので、まあ、そういった意味ではですね、なんか僕とは全然違う経歴なので、皆さんもね、いろんなこと聞きたいことあるんじゃないのかなと思うんだよね。なんか医学部の生活ってどうなのとかさ、ね、東大ってどんな感じなのとかね、なんかまあ聞きたいことって結構いっぱいあるんじゃないのかなと思うので、まあ、もしね、そういったテーマが寄せられればですね、それに即して、僕らもコラムを書いていこうかななんていうふうに思っているので、まあ、特にね、現在中学生の、皆さんはですね、それをこの取説数学1をちょうど使うタイミングになっていくと思いますので、まあ、そういったね、コラムが盛り込まれると思いますから、ぜひね、見ていただければななんていうふうに思っています。はい、ということで、コラムテーマですね、一応まあこちらの概要欄のところにですね、コラムテーマの送り方、書いてありますので、ぜひ確認の上、まあ、こんなテーマで書いてほしいみたいなのをですね、送っていただけるといいんじゃないのかなと思います。はい、ということで、本当にね、もう現在取説1への改訂版の制作、本当にね、大変。やっぱりね、教科書変わってしまうので、カリキュラム変わってしまうので、まあ、1A はそこまで影響はないんですけれども、まあ、1A を変えれば当然 2B も変えなきゃみたいなところになってくるのでね、今改訂作業を頑張っているところです。皆さんの、ね、学習に役立てるようにですね、取説をパワーアップさせて、生まれ変わらせようと思っておりますので、ぜひね、まあ、皆さんのお力もお貸しいただければなと思っています。今回は以上です。